こんにちは、シャンシャンです。今回は口ずさみながら覚える草書草月百韻歌日本語版です。日本語的に噛み砕いて言うと、草書を覚えた似た形や違いを覚えやすくした歌を口ずさみながら覚えられるように作られたし、これを一つずつ見ていきながら草書を覚えましょう。この動画では覚える目的からしの順を変えることなく、日本語の意味が通るよう組み立て、日本語でも口ずさみながら書けるように工夫しています。多少強引なところもあるかもしれませんが、早速見ていきましょう。変や作りを組み合わせることで覚えた崩し方がどんどん広がります。余裕ができたら他の崩し方も取り入れて、崩しの引き出しを増やしていきましょう。長短を分けて知ると猿、長短を分けて知ると猿、ぼーとして見えるまいとやすの違い、ぼーとして見えるように、または引っ掛けて安はそのまま流れるように。もちろん崩し方によってはほとんど区別のつかないものもあります。長さの違いなどのビビたるさに注目しています。チャンネル登録、この動画にいいねをお願いします。ありがとうございました。またの動画で。